改めまして、皆さんこんばんは。 In figure skating, the NHK スポーツ今夜はフィギュアスケートからお伝えします。高橋大輔 NHK 杯が明日開幕します。今大会はアイスダンスでのデビュー戦となる高橋大輔選手などが会場のリンクで調整しました。高橋選手は価値観を広げられると今シーズンから村元哉中選手と組んでアイスダンスに挑戦。 NHK 杯がデビュー戦です。衣装を着て臨んだ練習では相手を持ち上げるリフトの動きなどを確認し、明日からの本番に備えていました。緊張感がすごく高くてですね、高橋選手の方に落ち着いてとかフォローしてもらいながら練習してたんですけど、いいスタートが切れればなと思ってます。女子シングル